こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、トミカフレンズのウィンドウリフターを紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん。おー、これも韓国で買った、あ、おもちゃですねトミカ、ハングル語で、韓国語でトミカです。おー、はい、今回の、はい、機体はウィンドウリフターです。大型輸送ヘリですね。おー、かわいいいいですね。プロペラが20。おー、いいですね。はい、ディズニーのプレーンズです。おー、ちょっとこれも、ディズニーは、はい、ローマ字で書かれてるけど、プレーンズは日本、あ、韓国語ですね。おー、タカラトミーですが、そのままです。じゃじゃーん。おー、かっこいいですね。はい、ウィンドフィールドリフターです。おー、こっちも同じですね。はい。じゃあ、裏を見ましょう。はい。お、注意事項です。お、全部韓国語です。はい。かわいいですね。ウォルト・ディズニーの、おー、あとトミカンですね。あと、これ、韓国の、おー、はい。製造会社です。今回はベトナムじゃなくて、中国製ですね。おー、ちょっと古いかもしれないですね。おー、最近のトミカンも全部ベトナムで作られています。はい、ということで、ではじゃあ開けましょう。開けたいと思います。はい、では開けます。じゃじゃーん。はい、出しましょうね。1、2、3。おー、ほうほうほう、ウィンドウリフターです。いいですね。はい、おー、パッケージ、あ、またこれが、これがある。じゃあちょっと出します。はい、はい、じゃじゃーん。おー、はい、ウィンドウリフターです。いいですね。ピストンピークの国立公園の救助ヘリですね。レスキュー隊です。おー、機体番号は33です。おー、ディズニーと書いてますね。おー、プレーンズのウィンドウリフターです。おー、トミカここはちゃんとトミカで、おー、中国製です。はーい、ではじゃあ、おー、プロペラ30です。おー、いいですね。はーい、で、こういうふうに広いて、おー結構いいですね。かわいい。おー、はーい、おー、ウィンドリフターですね。プレーンズの第2作に出てた、はい、大型ヘリですね。レス、おー、このピストンピークの国立公園のレスキュー隊の輸送ヘリです。大型輸送ヘリです。主な任務は、コンテナや木材を、まあ、ぶら下げて、輸送するんですね。おー、かっこいい。お、大型ヘリです。双発エンジンですね。おー、もともと、あ、まあ、モデルとなったヘリが、ロシアのミル10K です。おー、それもクレーンヘリと呼ばれています。おー、これと全く双発エンジンで、おー、この格好で結構にクレーンで、おー、うん、短距離、まあ、大型ヘリ、おー、輸送ヘリですいいですね。造形も塗装も綺麗です。はい、もちろんこっちがタイヤがあるので、ここのタイヤは回れますね。こっちは回れない。おー、遊べる、おー、ミニカーとして遊びます。本当に、おー、塗装が綺麗ですやった。おー、はい、トミカのフレンズ、あ、プレンズのウィンドウリフターです。大型輸送ヘリです。では今からターンテーブルで展示します。トミカプレンズのウィンドウリフト、リフターです。おー、はい、おー、大型輸送ヘリですね。おー、かわいいいいですね。
では今からプチジラマで展示します。はい、国立公園のプチジラマです。おー、今ウィンドリフターがこれからちょっと木材を運ぼうとしています。おー、今待機中です。かわいいですね。以上です。アリチンちゃんでした。今回はトミカプレーンスのウィンドリフターを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、韓国で買った おもちゃですね。韓国ハングル語の韓国語のトミカです。おー、今回はディズニーのプレーンスの、はい、シリーズですね。おー、ウィンドリフターです。おー、大型輸送ヘリです。かっこいいです。はい、じゃじゃーん。おー、ウィンドリフターです。いいですね。はい、ピストンピック国立公園のレスキュー隊の大型ヘリですね。機体番号33です。おー、いいですね。プロペラがかわいい。はい、双発エンジンです。おー、顔がこうなってます。おー、こちらもピストンピックのレスキュー隊のマークがついてますね。本当に。おー、後ろは、下の方はこうかな、こんな感じです。プレンスのウィンドウリフターのディズニーで、あとトミカですね、中国製。おー、はい、造形画と塗装もよくできてます。さすがトミカですね。はい、綺麗。おー、ちゃんとこんな感じで、これ全部回れるし、おー、タイヤも回れます。はい、おー、もモデルとなった、ヘリは、ロシアのミルの 10K です。 10K です。おー、かっこいいですね。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。